あ、もうお帰りですか。君の目覚ましが鳴ってる頃に移動クリニックに乗ってたんだよ。腹部の外科的処置が必要な患者をどうして無責任に放射線かい。 CT を取るかとあなたに聞いたら取れと言ったのよ。安定してると思ったんだ。あなたの意見を求めたのに上の空だったわ。求められた覚えはないよ。あなたはスーザンのことで頭がいっぱいだったの。それは構わない。気持ちはわかるけど私に怒鳴らないで。マーク、話がある。付き合い。さよならも言えなかったよ。言いたいことは他にあるだろう。いずれにしろ手遅れだ。何時に立つんだ。4時20分。あと1時間ないけど列車は大体遅れるもんだし、彼女うちへ荷物を取りに寄ってるぞ。僕は11時まで仕事だ。うん、行った方がいい。違うか。いや、今更意味ないよ。彼女の決心はもう変わらないね。決心は変わらなくていいんだよ。じゃあどうだって言った。何年も前から彼女に言いたかったことが一つあるんじゃないのか。それを言わないで終わると一生に悔いを残して自分だけじゃなくて周りのものまで巻き込んで惨めにするから、はた迷惑なんだよ。今日がそのいい例だ。その通りだ。ああ、じゃあケリーにうまくなんとか言っといて。うるさい、早く行けよ。特急を探してるんですか。今日は特別に6番線から出ますよ。スーザン、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 待って、走ってきます。スーザン。マーク、どうしたの。さよならを言いに来たの。違う、行かないで。ねえ、行かないでくれ。でも私愛してる。これまでそれを言えなかった僕がバカだった。そんなことない。私には分かってたわ。言われなくても分かってた。乗ってください。行かないで、一緒に暮らそう。ねえ、そうすると言ってくれ。ごめんなさい。発車しますよ。二人で暮らそう。マーク、あなたは一番の親友よ。あなたがいない人生なんて寂しすぎる。じゃあ行かないで。行くしかないの。ここでは幸せをつかめない。反対の方向に押し流されていくだけ。スーザン、君を失いたくない。いいですから早く乗って。さあ、あなたのこと忘れない。愛してるわ。何？愛してるわ。